はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、過換気症候群についてです。えー、それでは、今回の内容です。えー、1番目、えー、体液の pH を一定に保つ仕組みについて説明します。2番目、えー、呼吸性アルカロシスについて説明します。 次に、過換気症候群の病態、それから過換気症候群の治療、過換気症候群の症状、過換気症候群の動脈血ガス検査所見について説明していきます。そして、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し、最後に過換気症候群に関する国家試験過去問題について解説をしていきたいと思います。 えっと、我々はまあ食事をして、ね、栄養素のブドウ糖とそれから呼吸をして、えー、酸素を取り込むわけですが、えー、これらは全身の細胞内で、えー、内呼吸されます、ねえっと、内呼吸とは、まあ、この式の通りですね生きていくためのエネルギーを産生することなんですけれどもそうするとどうしても、ね、二酸化炭素が発生してしまうということになります。 詳しくはね、三塩基平行やあの適ね、もう学習してみてください。はい、そこで発生した二酸化炭素を肺から、ね、排泄するためには、まあ、水と反応して炭酸になり水素イオンと重炭酸。イオン、ね、特に二酸化炭素は重炭酸イオンとして肺まで運ばれていきます。この式はぜひね、書けるようにしていただいて、 えー、さらにこの式の意味として、ね、我々は体内に二酸化炭素が増えたら体内に水素イオンが増加するんだよその反対に二酸化炭素が減ったら、ね、水素イオンが減りますよと、ね、言えるようにしてください今回のテーマとね非常に関係がありますさあね、えー、食事を食べて呼吸をしないと生きていくエネルギーは産生されませんね えー、しかしそれと同時に必ず二酸化炭素ができてしまい、えー、我々の体の中に二酸化炭素が増えてしまえば、ね、水素イオンが増加してしまって体液は主導室側に傾くことになりますけれども、ね、これを pH7.4 プラスマイナス0.05という弱アルカリ性に,ホメ,にホメオスタシスするために肺は二酸化炭素の排泄を促進していますね。ね 腎臓の方が3つの働きです水素イオンを排泄する老廃物イコール代謝産物酸性物質を排泄する、えー、重炭酸イオンを再吸収するこれらのことをしてですね我々は体液の pH を、えー、7.35から7.45に保っているわけですで、えっと、詳しくはねアシドーシスの回アルカロシスの回で、ね、説明していますので そちらを参考にしてほしいんですけれども、えー、過換気になると、ねえー、二酸化炭素の排泄が促進しますよね捨てすぎるということですよね。必要なだけ捨てるのはいいんですけれども捨てすぎた場合には我々の体内に水素イオンが少なくなりすぎるということになりますよね。 水素イオンが少なくなりすぎれば、体液は酸が少なくなるということですから、体液はアルカリ側に傾く、つまりアルカロシスになる。呼吸が原因によってアルカリ側に傾くということで、呼吸性アルカロシスということになります。その呼吸性アルカロシスを起こすものとしては、基本、過換気症候群だけを覚えておけばいいということになります。 はいえー、それではですね、過換気症候群の病態ですけれども、まず過換気症候群の患者さんっていうのは、過呼吸と貧呼吸が起きてるんですね。過呼吸っていうのは深い呼吸です、ね。貧呼吸は呼吸の回数が多いということです。ねえーね、その過呼吸も貧呼吸も、二酸化炭素をどん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 捨ててってしまうということになりますので、 我々の体内、ね、具体的には血液中の二酸化炭素が、ね、減少しますよねで、えっと、血液中の二酸化炭素の量っていうのは分圧で示しますので、ねえー、血中二酸化炭素が減少したことを血中二酸化炭素分圧が低下したと言えるようにしてください、ね、いずれにしても、まあ、二酸化炭素が少なくなると先ほど説明したように水素イオンが減,減るのでね えー、体液はの pH はアルカリ性側により傾いて、まあ、呼吸性アルカロシスになってきます。ね、まず、過換気症候群は呼吸性アルカロシスになるんだというね、えー、これはもう絶対忘れてはいけません。はい、で、この過換気症候群、なんでなるかといったらですね、これは機能性疾患なんですね。えー、機能性疾患、気質性疾患、ね、こういったことについては、ね、また別の回で。 詳ししく説明しますけれども、とにかく炎症であるとか腫瘍であるというか循環障害であるとかねそういったような気質的なあものはないわけです、ね、つまり機能性疾患の主な原因は心理的な要因なんですね心理的な要因で過呼吸貧呼吸になっていますでえっと先ほども言ったように過呼吸貧呼吸になれば二酸化炭素を捨てすぎて水素イオンが減りすぎて呼吸性アルカロシスになります ところで、その二酸化炭素っていうのは、実は血管を拡張するという作用がある物質なんですねで。その二酸化炭素が少なくなってしまうと、血管は収縮するといったようなことを起こします。さらにですね、えー、アルカローシスになると、ね、まあ、詳しい理由はいいんですけれども、低カルシウム結晶になるっていうのは、ぜひ覚えておくといいと思います。ね で低カルシウム血症の症状として、えーね、覚えておいてほしいことは、まあ、2つあるんですけれどもそのうちの1つ,1つが手足や口の周りがしびれてくるっていう、ね、症状があるんですねで手足や口の周りがしびれてくると患者さんすごく不安になりますねもともと心理的要因によって過呼吸貧呼吸になってるわけですからその患者さんに、ね、がますます不安になったら ますます不安という心理的によってますます過換気になってしまうという悪循環にはまってしまうわけです。ですね、でところでですね、えー、よく学生さんたちが勘違いしてしまうのに、まあ、過換気になると当然酸素もたくさん取り込むわけなので、高、ね、酸素結晶になってくるんですね。で、血中酸素分圧が上昇してくるわけです。ね、だけど アシドーシス・アルカローシス、3塩基平行の中に酸素は全く関係がないですよね。先ほどの式を思い出してもらえばいいんですけれども、その式の中に二酸化炭素は出てくるけれども、二酸化炭素が増えれば水素イオンが増える、二酸化炭素が減れば水素イオンが減るということは出てくるけれども、一切酸素は出てきませんので、高酸素結晶イコール血中酸素分圧の上昇がアルカローシスを起こすんだとか。 そういったようなことはもう絶対に言わないようにしてください。これは無関係です。はい、下、え、換、ー、気症候群による過呼吸、貧呼吸は、ねえー、結局、低炭酸ガス化粧、二酸化炭素を捨てすぎたことによって、さまざまな症状が起こってきて、不安になってますます悪化するということだったので、 それであれば、一度、ね、減りすぎた二酸化炭素をもう一度増やせばいいですよねということになります。でそのために行うことがです、ね、紙袋による再呼吸法、ペーパーバック法というものを,を行います、ね。そうすると患者さんは自分が吐いた呼気の中の二酸化炭素をまた再吸入することになるので、ねえー、低炭酸ガス結晶。 低二酸化炭素結晶がそれ以上進行しないで、ね、そして血中二酸化炭素が増えてきてさまざまな症状が消失してきて不安が、ねえー、収まってそれで治るということになります。はいえー、もうちょっと症状を、ね、詳しく見ていきたいと思います。ね、えー、っと下換気症候群の患者さんはですね息が苦しいとか、ね、そういった呼吸困難の、ね、症状を訴えたりしますけれども。 普通呼吸困難、ね、息切れっていうのは低酸素結晶で訴えるものなんですよね。ただし、過換気症候群の患者さんは、ねえー、酸素に至ってはどちらかというと高酸素結晶の方に傾きますし、ねえー、体内に起きていることは低炭酸ガス結晶になっているんだということを言えないといけないと思います。はい、2番目先ほど二酸化炭素は血管を拡張する物質ですと説明しました。 その二酸化炭素が少なくなるために血管は収縮しますさて、えー、脳の血管も含めた体循環系の血管は一般的には高炭酸ガス結晶で拡張しその反対に低炭酸ガス結晶では収縮してしまうんですねで脳の血管が収縮すると脳血流減少しますよね そうすると、ねえー、脳血流量の減少脳の貯血によって失神してしまったりすることがあるんだということを知っておいてください。はいえー、先ほどねこのアルカルシスになると低カルシウム血症になるという話をしました理由詳しい理由は結構です。えっとねまあ、血液中の、ね、カルシウムイオンが血、ね、中のタンパク質と結合してしまったりして減るんですけれども えっとまあ、アルカロシスになると低カルシウム血症になるということだけをまず押さえておきましょう低カルシウム血症になった時にです、ね、起こす症状を2つ覚えてほしいんですが1つは先ほど説明した口の周りだとか手足がしびれるという、ね、症状それからもう1つはテタニーという症状を起こしますテタニーはです、ね、骨格筋が自分の意思とは無関係にカ に収縮してしてまう。骨格筋の不意な収縮のことをテタニーと言います、ねえー、低カルシウム結晶で起こると思ってくださいそうすると低カルシウム結晶を起こす、えー、この下換気症候群も起こす原因になります、ねえー、それ以外にもう一つ覚えておかないといけないんですねカルシウムイオンを調節するホルモンにパラソルモンという、ね、副甲状腺ホルモンがあるんですが この副甲状腺機能低下症になっても低カルシウム血症になるのでやはりテタニーという症状を起こしますこれはまた別の回でね詳しく説明していきたいと思いますはいじゃあ過換気症候群を起こしている人の血液検査所見ね特に動脈血ガス検査ですよねの所見を考えてみましょうですからね その血液の pH はアルカリ側に傾いているということになりますよね。えー、正常範囲が、ね、7.35から7.45、ね。別の覚え方をすれば7.4プラスマイナス0.05、えー。というふうにきちっと覚えておかなければいけませんので、えー、状況設定問題などで、ね、pH が載っていたら必ず7.45以上の数字がそこには書いてあるということになります。 はい、で、えっと、p o 2これは動脈血酸素分圧といいますよね。正常値はですね、まあ、ざっくり覚えてください、ね。80から100ミリメートル Hg。ごめんなさい、ここに書いておかなかったんですけども、通るっていう、ね、言い方も覚えておきましょう。TORR ですね。ミリメ、mm、ートル Hg と全く同じなので、数字は一緒です。 でさっきも言ったように過換気になっていますので酸素をどんどん,どんどん取り込みまくって、ね、それが正常値を超えるような値になってくることが多いというふうに覚えてください。はい、次今度は PaCO2 は何と呼びますか、ね、動脈血二酸化炭素分圧、ね、別の言い方をすれば動脈血炭酸ガス分圧というふうに読むわけです。 えー、正常値が、ね、35から 45mmHg、これも、ね、35から45トールでもいいんですけれども、なので、えーね、この動脈血二酸化炭素分圧は 35mmHg 未満にの数字が必ず、過換気症候群であれば、まあ、書いてあるということになると思ってください。はいえー、国家試験にはです、ね、確実に合格する学習方法があります。 このチャンネルではそれを LTD、議論を通した学習だと教えています。この LTD は記憶の三原則に非常に有効な学習方法です。理解して覚える決め、短期記憶を長期記憶に変える保存、思い出すことができる早期、この3つが記憶の三原則です。よく医療従事者は一生勉強が必要だというふうに言われたりしますけれども、実はこの記憶の三原則を繰り返していると言えます。医学、看護学はどうしても 新しい知識をバージョンアップしていく必要があるので、まずそれを理解して覚えます。これが記名ですね。記名したものは必ず同僚に説明してみましょう。これが早期です。早期をするとですね、なんと長期記憶に保存されやすくなるので、また新しいことを理解して覚えることができるようになります。つまり一生 LTD を繰り返しているというふうに言えるわけです。はい、それでは今回の復習をしましょう。 SNS で今回学んだことを発信してみましょう皆さんは早期の訓練をすることになって、ね、記憶に保存されて忘れなくなります Twitter、i n s インスタグラムフェイスブック YouTubeLINE など何でも構いません、ね、あなたの学びでクラスメートもあそうやって覚えたらいいんだって、ね、理解、ね、つまり決めしてくれてとっても喜びますその際にはぜひ<え>ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」「ハッシュタグ過換気症候群」とつけてくださいそれではチャレンジしてみてください えー、今回の課題ですが1つ目呼吸性アルカラシスについて説明してください2つ目過換気症候群の病態について説明してください3つ目過換気症候群の症状について説明してください4つ目過換気症候群の治療について説明してください余裕があったらね国家試験問題解説してみるのもとてもいいと思います過去にねこんな問題が出ています過換気症候群の症状と病態との組み合わせは で、正しいのはどれかいいですね。1番目えー、呼吸困難があるけを訴えるけれども、その時には動脈血、炭酸ガス分圧が低下してますよね。これ正しいですよね。本当はね。呼吸困難って低酸素結晶のね、えー、動脈血酸素分圧低下によって起こるわけですけども、過換気症候群の人だけはね。動脈血、炭酸ガス分圧が低下して起こっていますね。 えー、2番、湿疹がですね、脳血流量増加で起こるわけはないですよね。はい、3番、えー、テタニン症状は低カルシウム血症の症状として覚えなければいけません。ね、テタニンを起こすものは何ですか低カルシウム血症、低カルシウム血症を起こす副甲状腺機能低下症、ね、低カルシウム血症を起こす過換気症候群といえるといいと思います。ね えっと、手足のしびれ、もちろんこれはね、アルカロシスによって、えー、低カルシウム結晶が起きて、起きてくる症状ということになります。はい、えー、呼吸性アシドシスをきたすのはどれか、ね、過換気は呼吸性アルカロシスですから、答えにはならないということで,で、今回は終わりにします。はい、えー、その次の問題も4番の選択肢、ね、過換気症候群が呼吸性アシドシスではないということが分かればいいと思います。 はいえー、20歳の女性、突然の呼吸困難によって救急車で来院した。呼吸数38回、パーフン、毎分。経皮的動脈血酸素飽和度99%。手のしびれを訴えていた。対応で適切なのはどれか、えっと、呼吸数しか出ていませんが、これが貧呼吸であるということが分かり。ねえー、経的動脈血酸素フォワード、ね もう99%ってね非常に高いですよね、えー、成長範囲はまあ96から98%ぐらいですから、ね、それよりも高くなっている、ね、手の痺びはあー低カルシウム結晶による症状でしょうからこれは過換気症候群というふうにすぐ分かるわけですねそしたら答えは紙袋による再呼吸法ということが分かります はい、えー、次の問題は、二十二歳の女性。獅子の痺れと胸部高約感と訴えているが、胸部長身。所見は正常ですし、まあ、呼吸数は貧呼吸だけれども、それ以外のバイタルサインがみんな正常範囲になっている。でそうすると、これは過換気症候群だな、とわかりますね。あのこの二問ともですね、二、ま、十、あ、歳前後の女性なわけですけれども、まあ、あの若い女性、ね、やっぱり精神的な、ね、心理的な。 不安から起こるような機能性疾患っていうのは若い女性に起こりやすいということがね、えー、絶対覚えておいた方がいいと思いますそうすると、ね、この問題はね下換気症候群と気づけばまずアルカローシスの数字がもともと4番しかないわけですよねなのでそれで答えが選べてしまいますけれども一応それは確認しなければいけませんね はい、動脈血酸素分圧を見ると、ねえー、これはもう100を超えていて非常に高い高、ね、酸素結晶があるそして動脈血炭酸ガス分圧を見ると、ねえー、正常よりも低い、ね、低,低炭酸ガス結晶低二酸化炭素結晶があるどっから見ても4番が完璧にこの条件に当てはまるということで、えー、答えが選べます。 はい、えー、テタニーと関連するのはどれかという、ね、問題が出たら、まあ、低カルシウム結晶、ね、それからあ先ほど言った副甲状腺機能低下症、ね、それから、えー、低カルシウム結晶になる過換気症候群の、ね、この3つを言えるようにしておいてください。はい、過、えー、換気で見られるのはどれか、おちょっと、ねえー、珍しい出され方ですよね。はい、えー、っと、ね、 1>, 1番、ね、骨格筋の主観と書いてあります、はい。テタニーとは何でしたっけ、ね、骨格筋の不随な収縮ですから、ね、これ一1番は、ね、テタニーの反対の症状が書いてあるということになりますよね。で、えっと、血中酸素分圧は低下するわけないですね。高酸素結晶になってくる、上昇しなければいけない。ね、で、体重関係の血管が収縮します。はい、で二酸化炭素が減る。 二酸化炭素は血管拡張物質なんだけれどもそれが減ることによって血管収縮しますからこれは正しいはい過管期で見られるのは呼吸性アルカロシスだし過管期で見られるのは血中二酸化炭素分圧が低下することですはい、えー、国家試験にはですね確実に合格する学習方法があります、ね、今回の学びは皆さんの学習に役に立ったでしょうか、ね、もし役に立ったなと思ったらぜひいいねボタンを押してください ね、またチャンネル登録もお願いします。え今回も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。